愛するということにわがままになってもいいのかなと、かな場に立たせていただけるとは本当に思ってなくてこれは間違いなく自分たちの物語だなっていう。いや抜群の存在感ですね。じゃあ喜びの声を一つよろしくお願いします。皆さんありがとうございます。鈴木亮平です。このエゴイストという映画はやりながらいろんなことを思っていたんですけれども、こう人を愛するっていうのはある種とても曖昧なことかなというふうに感じました。これは本当に純粋な愛なのか、それともただのわがままなのか、自分の普段人を愛するということはどっちなんだろうと考えたり、それがいつも混じり合っているものなのか、もしくは愛っていうのはわがまま、エゴの一部分なのか、あるいは逆にわがままというのも愛の一部分なのか、そんなことを考えながら、演じておりました。この映画を出来上がったものを見て、自分ももう少しこう人を愛するということにわがままになってもいいのかなと、その自分のわがままが誰かのためになったり救ったりすることができれば、ひょっとしたらそれも愛と呼んでいいのかなと、そんなふうに思いました。こういうちょっと哲学的なテーマをですね、果敢に挑まれて見事に作品にされた松永監督と、明石プロデューサーにまず敬意を表したいと思います。そして今日何といっても、共演した龍太役の宮沢ひよ君と一緒にこの場に立てていることがもう最高です。皆さんありがとうございます。いや本当におめでとうございます。ありがとうございました。松永監督、宮沢様、どうぞステージへお越しください。いや固い握手を交わされましたけれども、いやありがとうございます。じゃあ、鈴木亮平さんにお伺いしたいと思いますが、かなりの覚悟を持って LGBTQ について勉強もされて、いろいろと関係者の皆さんからもお話を伺ったと聞いておりますが、やっぱどういう部分がすごいこう役に立ったっていうか、演技を見てても本当にかなり研究してるっていうか、本物じゃないかと思うぐらいですね、私思っちゃいましたけど、どうですか？そうですね、まず異性愛者の自分が同性愛者の役をやるということで、きちんと系の方々にこう見ていただいたときに、これは間違いなく自分たちの物語だなっていう、きちんとしたクイア映画にしなければいけないなというのが最初にありました。で、そういう目標の上でいろんな方々にお話を聞いたんですが、いろんな自分にとって新しいことがあったんですけど、一番は自分が知ったつもりになっていたことが何も知らなかったんだなと言いますか、例えば映画の中でも使われているエピソードがあって、こう恋人との、結婚ができないので婚姻届ですね、婚姻届をこう2人で書いて自分の部屋に貼っているっていうようなエピソードをすごく笑い話として話されていたんですね。でその流れで、俺たち死ぬ時はどうせ一人だしねっていう言葉を、チラッとした会話で聞いたりだとか、もちろんこうニュースなんかで分かってたつもりですけれども、実際にその我々異性愛者に認められている、僕たちが当たり前だと思っている権利みたいなのが、当たり前じゃないと言いますか、選択肢すらないんだなっていうことが初めて実感として湧いてきた。そういうことを含めて、自分はこの映画をやるってことは本当に演技以上の責任があるぞということの責任感みたいなものが、どんどん役への映画への情熱になっていったかなと思います。
ひよくんはですね、はい、今の良平さんのコメントを聞いて、はい、どんな感想をお持ちになりましたか？いやもう本当に良平さんからその作品に対する思いであったりっていうのはすごくクランクインする前から感じていて、でだから僕も他の役者の皆さんもその良平さんが前に先頭に立ってくれてその思いを持っていてくれたので、自然とこう作品に入れたというか、その思いをこうみんな大事に持って責任感を持ってこの作品と向き合うことができたと思います、ね、でも2人揃って受賞って最高ですね。なんか、はい、やってた時は本当にこんなに華やかな場に立たせていただけるとは本当に思ってなくてで予算もそんなに大きな作品じゃないので、はい、本当に短い時間で集中してひたすらこうやってたなっていう気がするので、驚きもあるね。驚きですね。まさかこんな日が来るとは夢にも思ってませんでした。嬉しいです。よかった。本当におめでとうございました。ありがとうございます。鈴木様、松永監督、宮沢様へ今一度盛大な拍手をお送りください。プレゼンターの西川様、ありがとうございました。